始まりました、エデンズゼロチャンネル。今日は私寺島が選ぶエデンズゼロ神シーンをお届けします。普段アニメ見るときってどういうとこに注目して見てらっしゃいますか？作画。作画、例えば作画めっちゃ甘いなとか、そういうことですか？ここ作画荒いな、クソ厳しい。なんか先週とタッチが違うなってなったら、あのオープニングまで巻き戻して、今日の作家どなたなんだろうとか。なるほど、いやすごいクロートだ。原画マンって一緒なのかなみたいなこととか。まで、オープニングとかをコマ送りするタイプの人間なので、すごい枚数違うじゃんこことか。めっちゃマニアックですね。綾野さんはどうですか、アニメ見るとき？結構作画見ます。でもコマ送りとかしたことがなかったので、今したいなって思いました。言われたら気になる。めっちゃおもろいよ。多分これあの YouTube 見た方みんな多分コマ送りしだしますよ。やばいな、多分これ厄介なお客さんなんだよ。レベッカがやっぱすごくいいんだよね。式のために涙を流してさ、本当にいい女すぎて、レベッカが。本当だよね。いや、ホムラに対してもすごいいい言葉をかけてくれすぎて、アフレコ現場で僕なんかうわってなりましたもん。芝居しながら、あどうしよう、母性感じるみたいな。どういうこと、何のアクションか分かんないけど。すごいのよ。なんかシビルに結構枚数割いてんのよ。これはまたちょっとマニアックな方向性から見た。なんでか分かんないんですけど、はい、あシビルなんだと思って、俺一回式にシビルがぶん殴られて、強化アームでバーンってこう弾いて戻ってくるところの作画が妙に滑らかだなって思って。強化アームだ、俺が作ったな。ガキが、この町で俺に逆らったらどうなるか教えてやる。もう実際の枚数は分かりませんよ。僕が見ててすんごい滑らかシビルの動きって思ったのがそこだったので。推しキャラなのかもしれないですね、地味に。より人物が小さく見える戦いの描き方っていうのが面白くって、エデンゼロは主人公の式がさ重力を操るじゃない、はい、だからもう上も下も横も左もう関係ないんだよね、舞台の中心になるところが。でそれをロボット戦にした時により市街地がよく見えて、ミサイルの軌道だったりとか、そういうのがかなり面白く描けるので、シビル戦は特にアニメーションとしてはすっごい面白いなって序盤で特に思ったところですね。14話から16話までのハーミットを巡るエピソードです。でもここの一連のすごいのは、そのオンラインゲームの面白さとかも結構取り入れてて、いや本当にそれです、ね、今まであんま出してこなかった大軍が押し寄せてくるっていう絵面とか、割と1対1とかの絵が多かったんだけれども、大多数が押し寄ってきてもうどうしようもないとか、そういうシーンを見せるっていうのが今までなかった面白さであり、第1話からテーマになってるロボットの心とは、そして心があるということはどういうことなのかっていうのをよりこう深くえぐるように描いてきているエピソードなので、あれ見た人はもう大多数の人がもうなんかもう胸くそ悪くなるぐらいに人間ってって思うんだけど、やっぱ僕らも人間だから、自分にもひょっとしたらそういう心あったりしちゃうのかなって、今自分が使ってる機械とかにどういうことしてるんだろうって一瞬考えちゃいますよね。そう考えちゃって、そういう意味で大事なことをより深く教えてくれた回だなと思って、僕もあのアニメ放送された後にすっごい使ってない、放置してる、もう2年ぐらい放置してるルンバがあるんですけど、電源に差しっぱのルンバがあって、僕ちょっとその埃だけ払いましたもん。起動はさせなかったです。なんでだよ。またちょっと掃除だけして、どうせだから掃除させてあげればよかった。いっぱいある。いや本当に神シーンばっかりです、エデンズゼロは、なんでもう何回も原作アニメともども何回も見てください。よろしくお願いいたします。それではエデンズゼロチャンネル、高評価&チャンネル登録よろしくお願いいたします。せーの、にゃんにゃん。